ダダダンツツイってこうなりますね。だから図式的にきっちりとしたデータ的に裏付けのある4拍3連を使った、こういうことが現場で実際に浴びせさせられる可能性はあっても、自分がこんなの好きじゃなかったら歌わんかったらいいわけですよ。こんな線がやってもいいわけですよ。でも後ろがそれをするなっていう権利はないですよ。人はみんな自由なんだから、その時にこけるでと。まあギターの場合は逆に歌の人がそんなのした場合に、そういう友はなかなかいないですけどこっちが惑わせれるやんけみたいな、どっちかというと惑わす側の、仕掛ける側の位置ですからねでも同時に催眠術かけとったら自分にかかってしまったっていう状態が起こっちゃうわけですね。ここをしっかりしてないと。でこれを今度は叩きましょうと。あのまあまあ3連ワン、ツー、スリー、これね、こういう風にしたらいいかな。ここ、このワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、これ3連で叩いてるんですよ。それを1個目はこれね、タツツツ、タツツツ、タツツって覚えるからややこしいんであって、あのタツツっていう、そのもう明らかにだた、たつつっていうのと、つたつっていうのと、つつたっていうのと、つつつっていうのの4つやっていう意識で言わないと。でもそこの中には同時に均等な4拍3連が内在している状態ですよ。これはあの何回か言うたことあるけど、暑い夏にこたつ炊いた、暑い夏にこたつ炊いた、それの暑い夏にこたつ炊いた、3連分かりやすいですよ。暑い夏にこたつ炊いた、これの暑い夏につた、暑につ炊いた、実は暑い夏にこたつ炊いたっていうのの隠し言葉はあつつなわけですよ。っていうふうにできてるいいエクササイズですよ。それ誰が考えたんでしたっけ？高坂さんドラムの高坂さん、ワン、ツー、スリー、フォー、暑い夏にこたつ炊いた、暑、つ、つ、あ、つ、つっていうことですよ。四拍三、これを伸ばすと暑い夏にこたつ炊いた、ワン、ツー、スリー、フォー、あーつーつーあーつー、伸ばすともっと分かりにくいですよね。ワンツースリーフォー、あーつーつーあーつーつーあーつーつーってなるんですね。これが結局、これがもしもドレミやったら、ワンツースリーフォードレミドレミってなるわけですね。ほんで、きっちり4拍3連が認識して弾ける、歌える、もしくはそれを浴びせさせられてもそういうふうに聞こえる。なので、3個ずつ叩いてたやつが、ここで4つずつ叩けてたんですよ。でも3連を叩きながらですよ。3連ですよ、内容は。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。この、アクセントのとこしか叩かなかった。あとは殻を叩く。これ柔らかいところね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。結果的にはこういう状態になります。ちょっと分かりにくいけど、ちょっと練習してください。ちょっと